はい、皆さん、こんにちは。アルファアドバイザーズの入隅です。よろしくお願いいたします。えっ、ー、とですね、あのー、まあ今色々、今、いろいろとコロナの影響で、まあ、会社勤めをしている社会人の人たちは、まあ、自宅勤務とかですね、リモートワークでやってる人が多くて、で、学生の方はですね、 まあまあ、その学校があの延期にな延期、開始が、スタートがですね、延期になったりとか、あの、就職活動がなかなか、あの、例年のようにですね、うまく進まなかったりとか、まあいろんな影響出てると思います。で、えっ、ー、と、特に、あの、社会人の方なんかは、結構足が速くて、あの、ちょうど3月中旬ぐらいですかね、あの、僕らの方でも動画を上げたと思うんですけども、 あの今まで海外の MBA とかですね、大学院とかがあの非常にトップスクールに入りやすい状況になってて、であの受けられますよという話をしてて、そしたらすごく、まあ、あのたくさんご相談をいただいてで、早い人で、今ですね、ちょうど最速で言うとですね、その3、1、2、3、きょ4日ですかね、4日とか。 大体ですね、5日間ぐらいでもうその申し込み、我々のまあ留学のサポートがあるんですけど、5日ぐらいでもう、レジュメ、まあ、英文の履歴書作ってしまって、で、あの、まあ、なかなか大きな声では言ってないんですけど、あの、まあ、僕が、その世界中のですね、MBA とかのアドミッションとつながってるので、で彼らからも、 結構いい人いたらですね、あの、ぜひあの、紹介してくれという話をまあいただいていて、で、まあ、紹介したところで別に僕に紹介料があの入るわけでは全然ないんですけれども、まあ、その、お互い、まあ、ウィンウィンなんで、あの、こういう社会人でいい人がいますよって言って、まあ、ご紹介させてあげて、そしたらもうすぐに、あの、もうインタビューしようみたいな感じで、英文レジュメントしか出してないんですよ。 普通だったらエッセイとかレコメンデーションとかテストスコアとか出さないといけないのにその英文レジュメだけでもうとりあえずとりあえずもう面接しようみたいな感じで本当にトップスクールの,あのまあそれはアメリカですけれどもアメリカのトップスクールの,あのアドミッションの人からまあそういうご配慮いただいてすごい勢いでアプリケーションが進んで多分すぐ合格すると思うんですねで例えばコロンビアの MBA とかもあのそうですしインシアドとかまあそれこそ 世界中のですね、MBA とか大学院が、まあ結構そのコロナで困ってる状態になっていて、で、逆にその多くの社会人の人たちが、まあ今、こういう状況で、これからどんどんその日本の企業がまあしんどくなっていく中で、あの、まあ今、ちょうど1年とか2年とかですね、海外に行って、力をつけてですね、で、さらにステップアップする、すごくいいタイミング。 だという話はししてましたなのでその社会人の方はですねかなりたくさん来ていただいていてで最近あなるほどなと思ったのはあの新大学4年生の方々のそのご相談が結構増えていてでもちろんその就職活動でなんかその商社に入りたいとかっていうのはあるんですけどもまあそういうご相談プラスですね今まであんまりなかったんですが 大学4年になって就職活動はちょっとこういう状況なんで、あの、やめて、で、海外の大学院にあの行きたいと考えてるんだけど、まあ、どの辺がいいかとかですね、どういう準備をすればいいのかとか、まあ、そういうサポートについてのご相談、お問い合わせが非常に増えてきてるんですね。で、僕はすごくいいことだと思っていて、あの、実は、まあ、こう、コロナコロナという前から、 その特にそのあまりグローバル経験がないとかあまり英語がまあ話せないとかまあそういう人たちはですねすぐその国内のその企業とかで営業とかやるような仕事に就くのではなくて一旦その卒業したら海外の大学院ビジネス系でも何でもいいんですけれども海外の大学院に行ってで英語で その英語力を伸ばすとかグローバル経験とかグローバルな環境におけるリーダーシップ経験みたいなのをちゃんと取ってからその就職活動した方が断然その皆さんの実力にその時の実力に合ったいい企業外資系とかですね商社とかグローバル企業え日本企業に入っても英語ができるグローバル人材として取られるのか 国内の人材として取られるのかっていうのはまあそのこの20年間30年間皆さんの人生に大きなその差が出てしまうんでなので大学院に行くことはすごく推奨していてで特にまあアルファではハルトインターナショナルビジネススクールのご紹介とかよくしてますけれどもまあハルトのみならずあの多くのですねその アメリカとかヨーロッパとかアジアの大学院があるのでまあそういうところにあの行くですねサポートをしててで実際そこに行った人たちがボストンキャリアフォーラムとかですごくその外資のコンサルとか金融とか商社とかから内定を取ってるっていうあのそういう例が出始めてた時ででちょうどこのこのコロナがあって多分その皆さん就職かつ大学4年生で業績がすごくまあ落ち込んでくるので まあ、で、かつですね、皆さんが、例えば、まあ、もうすでに英語も中国語もできるし、留学経験もあるし、まあ、なんかたっぷりとですね、そういう経験があるんだよっていう人はですね、もう就職活動やったらいいと思いますけども、あの、この先ですね、その国内の営業とかですね、仕事がどんどんなくなっていくと思うんですよね。で、そのなくなっていく仕事にですね、その大した実力もないまま、 その突っ込んでもですねまあ明るい未来はないのでその留学に切り替えたいっていう気持ちはすごくよく分かるしまあ僕はすごい正解なんじゃないかなと思いますでそういうまあ皆さんの,そのお問い合わせというかご相談がで気づくことは僕はすごく多いんですけどああんか確かにそうだなとで今僕がもしその皆さんと同じように学生で大学4年生で就活でまああまりまあ アルファのサイトとか、まあ、YouTube とか見ていただいている方は留学経験とか海外にいる人も多いと思うんですけどまああんまりその留学経験とかないっていう人も多分たくさんいると思うんでそういう人はですねもうこのまま就職活動を一旦やめてでそ,のそれこそ来年の、えー、と秋にそのちょうど皆さんが来年の3月卒業じゃないですか。 で、えっと、今年の秋、大体9月、10月、11月、まあ年内ですね、までにその出願を、そのすればで、出願をするためには、エッセイとか書くんですよ、いろいろ。まあそこら辺はサポートしますけど、そういうのをやって、今年の秋にちょうど出願の時期なので、それまでに出願して合格すれば、来年の9月から、その海外の大学院に行けるんですね。 でそこから1年とか2年とか行けると。でしかも大学1年で、えーと、海外の大学院1年目で行くと、ちょうど9月から始まるので、しかも来年の9月からですね。なので、多分コロナは結構落ち着いてると思います。まあもちろんなくなることはないですけどね。まあ落ち着いてる社会としての,その対処法が分かってると。で、いろいろまあ薬とかワクチンとかも出てると。なので、多分まあ平常運転に近づいてってる時期じゃないかなと思うんですね。 なので、あのー、今年の秋までに、もう一度言うとですね、出願をできれば、来年の3月に、ちょっと書きましょうか。あのー、まあ今、4月じゃないですか。で、これが12月。で、えー、と皆さんが3月で、まあちょっとあれですかね、9月だとして、 これがまあ2020とするす今ここですと。で、大体、その、あ海外の大学院の出願時期って、このまあ9月ぐらいから12月なんですね。これぐらいにその出願ですと。で、つまりは今から、今からですね、今4月から、 半年ぐらい出願の準備をするで、ここは準備はですね、エッセイとか、あの英文のレジュメ書いて、レジュメって履歴書ですね。あと、レコメンで推薦状とか、あと t トフルとか、あと GRE とか。で、中国受けたいみたいな人は HSK みたいな、まあ、こういうのをやらないといけない期間があって。で、こういう準備をすると、この、この 秋にですね、出願できると。で、出願して、まあ面接は多分あんまり大学院はないと思うんですけれども、受かると、受かるとですね、で、皆さん卒業が2021の人は、2021の3月、ここ卒業であるんですか。で、ここはちょっとのんびりできるんですよ。で、のんびりして、で、この9月から、見えますかね。9月から、 えー、海外大学院に行けますと。でしかも9月から行くとすぐもうここでボストンキャリアフォーラムあるんですね。でここで、まあ、いわゆるそのまあ損採用で内定取ってもいいし、えー、もしくはあのー、サマーインターンですね。2000 21の夏のサマーインターンを取るっていうのがまあ普通の流れなんですよ。今皆さんもう一回言うとここにいますと。就活がとかやってるけども、まあ、僕だったら、一応就職活動ってなんかいろんなトラックレコード取られちゃうんで、あのー、皆さんがもし三菱商事とかまあ物産とか出して落ちるとですね、落ちた人になっちゃうんですね。で、僕だったらまあもしあまりあのグローバル経験とかなければ受けないですね。 で受けずに、受けずに海外大学院にトライして、それで受かって、えー、多分皆さんであれば受かるんで、どこかしらはね、まあ、そこのやり方全部教えますけども、受かると、来年の9月から、あのー、海外に行けると。で、そこでボストンケアフォーラムに行った方がいい就職先に、えー、つけますし、あと皆さんの、まあ純粋に言うと、 その、英語力とか、グローバル経験っていうのが、まあ、備わるんで、もちろんね。で、なので、まあ、よりいいところに就職できるっていうのは、今の状況で、かつ、今の皆さんの実力で、かつ、今の、この経済、社会状況の中で就活するよりは、ちょっと時期をずらした方が、もう間違いなく戦略的には正しいんですね。で、今無理して、例えばじゃあ、ね、なんか、 窓口業務やるとか国内営業やるその社会人の生徒さんいますけれどもあの彼らは本当軒並み仕事プロジェクトがほぼ止まってるって言ってますで実際にね例えば三菱商事さんだってあのずっとあの自宅在宅勤務じゃないですかなのでやっぱりでしかもな多分入社式もね遅れたりとかしててまあ,あのかなりですね影響が大きくて あのー、今ですね、無理にその就職活動をする必要はないかなと思います。で、それよりも大学院に行って好きなビジネスとか、あと僕だったらビジネスに加えてテクノロジー、この前も動画で言いましたけれども、そのテクノロジー、IT を勉強したいですね。でやっぱりこれからは IT 知ってないと稼げないと思うんですよ。うん なので皆さん、賢い人たちだと思うのであの多分、勉強性は若いうちにですね。今、僕がじゃあ IT 勉強しろって言われてもうんって思っちゃうけども、まあ、それこそなんか僕は IT 得意な人を探す方が得意なんであのそういう戦略に出ちゃいますけれども多分、皆さんであればまだ頭柔らかいんであの今、テクノロジーとかですね大学の学部が何であれ経済学部であれ文学部であれ 物理やってようがですね、制作勉強してようが、なんであれ、大学院から例えばテクノロジーを勉強するとかね、でビジネスとかテクノロジーとかマスター・オブ・エンジニアリングだとか、そういうところに行って、この前、いつも言ってますけども、今、アメリカってエンジニアリングとかファイナンスを学んだ人たちって、STEM っていうディグリーが、ディグリーっていうかですね、STEM っていう理系の人たちがもらえる、そのディグリーがもらえて、その STEM 認定されたプログラム、 に乗るとアメリカにその3年間その卒業後働けてしかも Google とか Apple とか入っちゃう人もいるぐらいなんですよ。でアメリカはやっぱりそういう戦略なんでそういう IT 人材とかファイナンス人材をその国内に留めようという戦略でやってるんでまあまあ今アメリカね結構コロナでわわ言ってますけど、まあ、物事っていうのは必ずピークアウトするんでピークアウトっていうのはあの で今はまあ多分こうのなんかわーわー言ってますけれども,もの物事っていうのは必ず終わりも来るし必ず山が来るとこんなひたすら登り続けるってことはないわけですなので今ですねそのチャンスというふうにすごく思いますそれでそのビジネスとかテクノロジーとかで別に例えばですねコロンビアの公共政策大学院とかも日本人どれぐらい ?20 人ぐらいいるんで ああいうところもすごい入りやすいって言うと怒られるかもしれないですけど、今まで入れなかった、そんなあなたも入るチャンスがあるよっていう意味で言ってます。なので、よくそれこそ、例えば東大統計じゃないから、就活にあんまり優位じゃないとかですね、その、まあ自分の大学だとなかなかいいところに入れないとか、あとはまあ留学経験もないのに少子入れますかみたいな人もいるんですけど、まあそれはほぼ無理なんで、 あのそういう現実をですね、まあ多分こういう動画とか見て知っていただいてるとは思うんですが、でまあ、お金の問題、多分留学はお金の問題が出てくると思うんですけど、それはですね、例えば JAST、SO、とか、あの日本学生支援機構とか、そういうところでいろいろ借りれますし、あの資金調達の仕方は、学校もスチ,ューデスチューデントローンですね、スチューデントローン、学生ローンとかあったりするんで、まあ、お金は借りれます。 のでそのお金をちゃんと借りて自己投資してで留学にしをして実力をつけてちょっとコロナのほとぼりが冷めた時にパワーアップした皆さんをボーンって売った方うが、まあ、明らかに皆さんの中長期的な人生の成功というかそれこそあのに、うんなんかまあ、その給料も含めてですねもう絶対的にプラスもう絶対的にそうすべき。 だと思っています。で、じゃあ一方、一方ですよ。今このまま就活してしまって、えー、国内の仕事しかできません。それそのまま仕事、まあなんかありつけたとしても、結局、そのすごい大変な、その企業のですね、まあいわゆるこう、あの状況の中でやらないといけないし、当然企業は費用を抑えようとするんで、皆さんを海外に行かせるみたいなことも絶対しないでしょうし、 でそういう人たちっていうのはやっぱりその育成されないんでね、企業から。その育成、逆に言うとちゃんと自己投資をしてきた人たちが,たちがどんどん,どん,どんその入ってきちゃって、結局、じゃあ英語とかも中国語も留学経験もグローバル経験もリーダーシップもない状態で、しかもビジネスもテクノロジーも学んでない状態で、なんか営業させられて、うーんって感じになるということになると思います。なので、 僕はもう本当、あの日本の、まあ、飛び立て留学とかね、ああいう資金も使えるんだと思います。なので、まあ、国のお金とかも使い倒してですね、ここはチャンスなんで、ぜひ、別に東大総建の人でも、マーチでもカンカン同一でも、どの大学の人たちでも、結構いい大学院、海外の大学院に入るチャンスだし、もう一度言いますけど、もし今年の準備をすべきは、 今からこの今年の秋の出願に向けたタイミングで準備をすべきってことであって、で、実際にここで、まあ多分受かるのがこの辺なんですよ。年末か年始かぐらいにまあ結果が出るんで、遅くともまあこの辺までに結果が出るんで、その、で、実際に入れるのは来年の9月なんでね、来年の9月なんで、今から1年半後なんで、多分まあ,あ、コロナも落ち着いているんですよ。なので、 あのー、イタリアとか結構もうピークア,ップアウトしてますしね、ぎ、あ、ゃ、のーまあ、ーっと騒いだ方がピークアウトが早いっていうことだと思うんですけど、多分ここからアメリカとか、まあ、日本は、ね、そんなに多分ん、まあ、僕は結構楽観してますけど、あのー、就活的に言うと、あのー、別にもうすでにですねもう僕らの中でも、あの生徒さんでももうすでにボスキャリがして内定もいくつか持ってですね、 でもうすでになんか伊藤忠とかその物産とかまあいろんな人にも会って進んでるみたいな人たちを除いてはまあ多分その普通に就職活動を今の実力でやっても大した結果が出ないし結局バッテンというそのダメだった人というトラックレコードをあえて残す必要は僕はないと思うんですねそれよりもまあ一応その,あのお父さんとかお母さんとかですね親戚に頼んで。 留学行こうかなみたいなところを、こう、留学どうかなみたいなのを、こう、ちゃんと話をつけていって、で、資金調達の話とか、で、もちろんエッセイとかですね、レジュメとか、レコメントとか、あと、ま、テスト対策みたいなところはもう全部教えますんで、ま、それも本当に、あの、10万とか20万とかそういうレベルでできるんで、あの、ぜひ、あの、自己投資してですね、来年の、来年の卒業した後の、 その留学に向けて今から準備されるといいと思います。で、別にその就職活動やんなって言ってるわけではなくて、別に同時配合でもいいんですよ。就職活動もやりつつ、留学も準備するでもいいと思うんですけど、あの、非常にいいタイミング。チャレンジするには、あの、海外にチャレンジを持ってる人たちはものすごいチャンス。ものすごいチャンスです。ね、で、ここ逆転チャンスが来てるんでね。 もうこ,こ,これ逃したらもう多分もうないと思うんですけど <laughs> あの本当になんかこういうピンチはチャンスってよく言うじゃないですかなのでやっぱり僕は本当にそうだと思うのでぜひぜひ前向きに検討して,ていただいて今、まあ、社会人の方もそうですしあの大学4年生の新大学4年生の方なんかもぜひ、まあ、留学海外大学院への留学っていうのを、まあ、あの検討していただいてご興味あればですね いつでも、そのアルファのウェブサイトからあの無料相談であの送っていただければ、スカイプ無料相談とかもしてますので、ぜひよろしくお願いします。あ、だから、えっ、ー、とあ、ご質問あればお願いします。3から5年の社会経験があった方が良くないですかまるあのですね、これすごいいい質問なんですけども、ご質問は3か、大学院に行くには3年から5年の社会経験があった方が良くないですかっていうのは、これは、あの、 MBA はそうなんですよ。MBA だけそうなんですよね。逆に言うと。で、その MBA は僕は今行けって言ってないんですよ。細かく言うとね。MBA は行けって言ってなくて、そのビジネス、その M、例えばハルトのインターナショナルビジネススクールもサイト見ていただければわかる、わかるんですけど、マスター・オブ・インターナショナルビジネスプラス、例えば、 あの、IT とかマーケティング、ファイナンスみたいな感じにしてるんです。だから MBA じゃないんですよね。で、それは完全に、その、学部卒の人たちも学べるような設定になっているプログラムがあるんですね。でもしくは、例えば会計の USCPA とかね、米国公認会計士とか取ろうと思ったら、マスター・オブ・アカウンティングみたいなのもあるし、あと、例えば、あの、先ほど申し上げた、その、コロンビア大学の大学院で、 パブリックポリシーみたいなのは、この前僕はその本当学卒の男の子をそこに入れて、で、その、その男の子なんかも本当あれですよ。その、ちょっとあれですよって言ったら失礼かもしれないですけど、もうマーチ以下の大学に学歴的に、戦争的に行ってて、で、僕がサポートしてコロンビアの公共政策大学院に入れて、その後ボスキャリで、あれ、あそこ入ったんですよ。ボストンコンサルティンググループ、まあ、入って、そこもサポートしましたけど、そういう人なんかも学卒で入ってるんですね。 で大学院っていうのは別に基本的には日本の大学院も日本の大学卒業してすぐ入る人多いじゃないですかそれと全く一緒の感覚でいいんですよそれと全く一緒の感覚で例えばじゃあテクノロジーを学ぶのにそのまま日本の大学院の,そのマスター・オブ・エンジニアリングに入るのかそれともコロンビアとかスタンフォードとかですねそのカネギ・メロンでもどこでもいいですけどそういうところの,テそのマスター・オブ・エンジニアリングに入るのかって言ったら早い方が絶対いいんです。 早い方がいいので別に社会人経験がないと入れないというものでもないし社会人経験僕がいろんなそのロースクール公共政策大学院教育大学院とかいろいろ見てますけれども社会人経験があった方がいいよねって書いてあるのははっきり言って MBA だけです。MBA は僕は今行く必要ないと思ってます逆に。ただマスター・オブ・インターナショナル・ビジネスとかマスター・オブ・アカウンティングとかマスター・オブ・ファイナンスとか あと、マスターオブパブリックポリシーとか、なんかマスターオブエデュケーションとか、そういうなんかマスターオブサムシングみたいなところ、MBA じゃないマスターは早く行って、そのままもし面白ければそのまま PHD まで行っちゃう人もいますしね。例えば、スタンフォードのパブリックポリシーに早稲田出てすぐ入った女の子なんか、その後すぐそのシリコンバレーで起業したりとか、そういう人もいますんで、あの MBA はおっしゃる通り、 社会人経験があった方が、そのいいし、僕はこの大学4年生に MBA 行けとは言ってないんです。だから実際そういうプログラムもありますよ。そういうプログラムもありますけど、そこはおっしゃる通り。MBA は行く必要ない。ただ、マスター・オブ・インターナショナル・ビジネスとかアカウンティングとかファイナンスとか MBA 以外のその大学院、海外大学院は本当に行く価値があるし、こういうのは本当に早く行っといた方がいい。 し、あと、今僕がいろいろそのアプリケーションを見てると、先ほど申し上げたように、需要と供給が、まあ、非常にですね、その、供給が少なくて、需要が多いっていう、すごい珍しい状況が、状況になってる。つまり、大学院側が人が欲しくてしょうがない状況。で、その人側はちょっと控えるじゃないですか。ニューヨークはちょっと危ないからとかね。あの、カリフォルニアやめとこうとか、まあ思うんですけど、いや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 、ちょっとかよくよく考えてみたら、 入るの来年の9月だからって。今別にすぐ入るわけじゃない。その今年の9月とかに、10月とか11月は秋に受けて、実際の入学は来年の秋なんで、もう全然問題ないけど、今みんな比較お分かりいただけたでしょうか。はい。ということなんで、まあこの受給のですね、ミスマッチっていうのは僕はもう大,大好きっていうか、まあ僕はファイナンスとかもやってるんで、こういうそのねじれ現象こそチャンスだといつも思っているんで、 あのこういう時にですね挽回するもしくは今までまあ自分があちょっと学歴がとかもっといい仕事に就きたいとかですね今今就活しても大したとこ行けなそうだなとか思う人はですねそこでまあお金の問題は結構あると思うんですけど、まあ、そこは本当どっかで投資しないと絶対無理なんであのそこは投資していた,だけいただければいいと思うし投資できる人は上に行くとは思うんで。 あのその、まあ、資金調達の仕方もいくらでもアドバイスしますんでね。あの、ご興味あればぜひ。で、何かご質問とかあれば、もちろん今みたいに、あの、ウェブサイトの方からご質問いただいてもいいですし、あの、ぜひぜひ、いろいろと、あの、学校なんかも、まあ僕が多分今、日本で一番よく知ってると思うんで、で、あと一番つながってると思うんでね、その関係者に。あの、あんまり自分で考えるよりは、まあ、すぐ見ながらでもいいですけども、 その海外の大学院に卒業後すぐ9月から行けるよっていうその方が面白いんじゃないのっていう話をしました。はい、ということでどうもありがとうございました。